あ、どうも、藤丸です。出だしね、続きやっていきたいと思います。10月31日、18時。おう。潜入したんですかね？彼らは。すっかり日が落ちてますね。おお、夕日綺麗。なんか何か声かけてる。誰にかけてんだ。後ろか。入んなきゃ無理か。ルーリンツ、どう？音楽堂は開けられたの？あなたたちすごいのね。もう開けたんだ。窓開け棒が役に立ってよかったわ。見つけるのだいぶ苦労したけどな。お、あ、ネズミ死んだのかな、ついに。ちゃちゃ、もうこの時間帯は死んでるのか。この時間帯というか、この日は。ん？何したの？妖精さん、受け取ってくれるかな。お、なんや、招待状。なるほど、色付きの招待状に丁寧な文字が綴られている。妖精さん、一緒に演奏会をしませんか。音楽堂に来てください。私たちあなたを歓迎したいの。ありがとうございます。可愛らしい絵が描いてますね。受け取ったぜ。あ、そういえばね、あの前回までのちょっと収録がですね、ちょっとキャプチャーのちょっと設定がミスってて、レベルがちょっとね、暗めになってたんですよね。まあデフォルトが暗めなんで、ちょっといつもあのパラメータいじって少し明るくしてるんです、収録の時点で。お、孔明のあれが、あ、取れない。なるほど、取れ、あ、すごい、だいぶこの、なんだろうな、この目の絞りが開いて絞られてみたいな。わかりますかね、これ触ってんのが。初回も言ったけどね、調整がすごい、外と中のそのコントラストの差を、こう、ダイナミックレンジの調整がされてる。で、その、だからなんか設定がね、変わっちゃう時があってたまに勝手に。今回、あれ俺直したんだっけ？ちょっと待って、確認しよう。ちょっとね、収録中はいじれないみたい。確認すらできなかった。でも、見た目なんかね、大丈夫っぽかった。きっと大丈夫だろう。なんかね、キャプチャーの、もともとのそのね、キャプチャーの色合いがもう、ね、黒つぶれしちゃうと、後で補正しようがないので、前回特に暗い場所が多かったから、大変見づらかったと思うんですが、すいません。おはよう、ネズミのヌー。今日は妖精さんと演奏会なんだよ。ネズミに報告してるんだ。大丈夫、しっかりと演奏してくるよ。君がかじったオルゴールの分もね。うん、だから応援してほしいな。わあ、他に、あ、開いてる、
は犬。ビクビク言ってる。こっちなんもない。あ、外からは行けなかったから中から2階に行けるのかな。あ、なんかある。マルガレータの日記出た。マルガレータ、はあ、え、今日5人の子ちたちがやってきた。もちろん妖精の研究のためだけど、そればかりではローアンと同じだ。学校はあの子たちの家にしよう。私たちはあの子たちの親になろう。いつか幸せにもらってもらう、笑ってもらえるように。えー、マルガレータってあの写真に写ってたあの大人の女性か。に対して校長がひどいことをしたっていう感じなのか。何しやがった校長。今現時点でここにいないんですよね、そのマルガレータ。どうした？何かあったのかい、ルーリンツ。ん？おお、ピアノ。やっぱあの子だけ一人ちょっと離れてんだよな。あの子の名前がユーリアでしょ。ユーリア、ユーリアはマルガレータの妖精なのでは。1から5まで番号が。どうした。いて、え、なんだこれは。こんなところに生き物が。え、あ、ごめんよ、怒らないで。ヘビ。もう手を出したりしないよ。君を驚かせるつもりはなかったんだ。ヘビ。いて、なんだこれは。え、こんなところに生き物が。ああ、命吸っちゃった。君を驚かせるつもりはなかったんだ。蛇の命を吸ってもうた。うわあ、手に巻きついてる。なんかあれみたい、あの魔術師の弟子っていうあの映画のね、指輪、ドラゴンの指輪、指にこう巻きついちゃうやつ。あの指はかっこいいよね。おお、いやーすごいなー。VR。臨場感がこれ。これ立体のこういう構造物の中にいるとより立体っていうか、なんつうの？この、これちょっと複雑な？で、ちょっとこう視線をずらすと、こう見えてくるのが、こう、
単にこう周りこう見渡せるっていうことよりかは、この柱の向こうにあるそのなんかろうそく立てとか、さらにその向こうのものの、その位置関係がこの 3D でこうなんていうんですかね、こう現実だもんな、この動き。すげえな。こういうなんかこう縦目にこう並んだもののこの見え方が、言いたいことわかりますかね。素晴らしい。こうそれをこう止まった状態でじっくり見ることが、落ち着いてゆっくり見ることができるっていうことが一つ、ゲーム性はないかもしれない、薄いかもしれないけど、あ、なるほど、これで俺に参加しろってこと？あ、これちょっとしゃがまなきゃダメか。マレット、これで叩けんじゃないかな。2階にあったやつ。非常にいいですね、この空間をゆっくりと見て回れるっていうことが。意外とだから VR とアドベンチャーゲームって親和性がいいのかもしれない、意外と。バラッと、妖精さん来てくれたのね。おお、なんでわかった。ありがとう、みんなとっても喜ぶわ。この子が妖精、でもちょっと早かったかも。妖精さん、まだみんな準備中なのっていう。だから少し待っていてね。違うか、この子は妖精ではなく、なんだろうな。いつかあなたに聞いてみたいな。止まった時の世界でもあなたは待つものなのかしら。うん、この曲を選んでくれたのね。覚えててくれて嬉しいわ。オルゴールは妖精さんの声だって。中で聞いたな。でも俺選んだのそれ。そのビーター素敵だね、ロジャー。うん、ありがとう。ハーマンの楽器もすごくかっこいいよ。上手に演奏して妖精さんに喜んでもらおうね。これは得意なもんね。これ今命吸ったから、この命を ネズミ復活大作戦じゃないの？これもしかして。ファゴット。あ！なあこれ。今はもう担当がいない。歌唱用のパート譜。気持ちだけでも一緒に演奏できるように。あ、噛まれたの、ここ。いて。って、気のせいか。あ、噛まれてる。大丈夫？やっぱり危険だよな。みんなに伝えておかなくちゃ。2階には蛇がいるから危ないんだって。うん。
大丈夫だぜ、もう命を吸ったからよ。ひどい傷ではないようだ。え、絆創膏取れ、あ、え、絆創膏返してあげようよ。うん、何も言わなかった。お、おお、オルガン用のパートフ。でも逆効果になりそうかな。新しい生き物なんてみんな見てみたいだろうからな。新しい生き物、その言い方が怖い。よし、特に問題なく弾けそうだな。びっくりしたけど痛い傷にならなくてよかったよ。なんだろう、その命っていうことに対するなんか何かありそうですね。前この子もさ、このあれ、この子なんか本でさ、森は命で溢れてる的ななんか本を見てたんだよな。あ、知ってるの？簡単さ、聞こえてたんだ。僕もマリーと同じことしてたから。うん、せっかく妖精さんを招待するんだ。演奏会を楽しんでほしいからさ。クラリネット、すごい。中までちゃんと。おおおお。で、ちゃんとね、片目つ、左目つむらないと今ね、ちゃんと見れないです。ああ、この穴の開いてるところまでこう、すごい。ちゃんと。ちゃんと作られてる、両目で見るとね、ダブって見えるあたりはちゃんと、今右目つぶらないとちゃんと見れないですね。素晴らしい。なんでしょう、この普通の映画館で見るあの 3D メガネって、あのちょっとあれじゃないですか、液晶を使ったあの簡易的な 3D なんですね、あれってね。に対してこの、これ、このデバイスは右目と左目とで完全に別々の映像を微妙にずらした、それで、表示しているので、この手のデバイスの 3D 紙っていうのは本当に精度がいいんですよね。で、ちゃんとその右目と左目のその開き具合って個人差があるので、そこもちゃんと補正してあげると、できっちり位置が合ってれば本当にすごい精度の 3D 紙が可能なんですよね。うん、弦に触れたのか今。これ以上何もないか。わあ。あ、なんかこう命あふれる森を表している。蛇がいますね。ウサギ。
不思議な。森の中で赤ん坊が生まれている。ネズミが、はあ、これメガネくんのこと、もしかして。ネズミがメガネくんのことを見つけて校長に教えてあげたとか、そういうことかな。ん、手紙がある。オルゴールは故障中、歯車が2つ足ります。なるほどね。どこの歯車は足りてないんだろう。触れないか。わかんない。ちょっとさ、一回ちょっと2階に行って